皆の者、名古屋所へようまいった。まずは主らの声を聞かせよ。皆の者、こんにちは。じゃこんにちは。あら、今一度こんにちは。じゃこんにちは。それでよい。これよりは名古屋おもてなし部小隊演武の国である。こたび出陣いたしたるは徳川家康殿、前田利家、加藤清正、友は足軽陣笠隊、弥太郎和之助。我らの演武は15分。演武の後には写真撮影もござりますゆえ、最後まで存分にお楽しみくだされ。演武の開始に対しまして時の声を上げてまいりまする。この後徳川家康様がいざ出陣とおっしゃいましたら、右手の拳を大きく掲げ、おーと一声お願いいたしまする。さあ皆の衆、拳を掲げよ。準備はよいな。参るぞ。いざ出陣。おまだ続いてまいります。そうなんじゃな。さよう。さらには
演舞が終わった後には先ほどのかっこええ武将様方との写真なんじゃ。あ、まだかの。まだええ早いんじゃ、主は早い言ってくださるの。さよ、わかった、はい先ほど、わしどこまで話しましたかね。写真撮影だ。写真撮影ができます。かっこええ武将様方と二人きりで写真撮影もできたり、さらにはそちら、そちらのこれ、河原版と申しまして、我ら名古屋おもてなし武将隊の情報が詰まっております。河原版というものでございますゆえ、こちらも演舞が終わった後に配ってまいりますゆえ、ぜひとも最後まで存分にお楽しみくださりませ。これ欲しい方、お、先着一名。あ、困った。では主、はい、あの大臣見てくださいよ。他の方々はぜひとも最後まで見てもらってくださいませ。さあ、というところでやったのや、わしらはの先ほど舞をしてまいって体温まってまいりましたが、皆様寒いよっていう方、手を挙げてくださりませ。寒いよという方。そうですな、寒い方たくさんいらっしゃいます。寒いの、いやな、わしいい運動があるからの。運動なんだそりゃ。それはの、頭の上に三角を作ってこうじゃ、こうやってくださいませ。皆様こう動かしてくだされ。ジンガサ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 、わしらのこの傘が、あ、傘のな、そうじゃそうじゃ、わしジンガサ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 、皆様もやってくださいませ。ジンガサ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 さあ、皆様の体も温まってまいて、お、これよりはですね、先ほどからやっております出陣の儀、時の声、お、いざ出陣で演舞始めてまいりたいと思います。家に皆様、右の拳を上に上げてくださりませ。上に上げてくださりませ。後ろの方もお願いいたしますぞ。さあ、それでは拙者のいざ出陣に続き、おーと大きな声お願いいたします。では参りますぞ。いざ出陣。おー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の不集団。本日は現世という戦国にを生きる皆様方にたくさんの景気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。大井名古屋海軍徳川家康、はあ
いざ、はい、はい。分からず迷い込んでしまいました。そなた名を何と申す？橋場勢加藤虎之助と申しまする。そうか、ちょうどいい。お主は自分の死に様についてどうありたいと考える？いかような意味でございますか？どうありたいと考える？拙者は戦場にてこの槍を振れながら死ねれば本望にございます。おか、何故そのようなことをお気に？岡崎城に使い参った堀伊勢門を知ってあるか？もちろんにございます。立派な人物であると聞くようになります。武田軍に捕らわれたそうじゃ。何ですと？応援を我らに頼み城に帰る途中のことである。して、いかがなされたのでしょうか？敵は鳥居に、城に向かって援軍は来ると叫びを強要したそうじゃ。こちら側の戦意をそぐためにございますか？そうじゃ。さらに敵は叫べば命だけは助けると、そう申したそうじゃ。矢が鳥居を貼り付けにされながらも城に向かって叫んだそうじゃ。なんと方々、援軍参りまするぞ。もう少しの辛抱です。肩が大軍参りまするぞ。もう少しの辛抱ですぞ。肩がた援軍参りまするぞ。もう少しの辛抱ですぞ。果てられたのですか？鳥居は誠の武士であった。徳川様もそのように果てられたいと考えておられるんでしょうか？わしはお主のように戦場で果てたいとは思わんのじゃ。静かな世を作り、そこの上で死にたい。故にわしはこうして戦場におるのじゃ。わしは約束いたす。この日のもと良き国に導くこと、徳川家康の名にかけて。はあ、徳川家康。
わしはですね、これ拍手を求めてまいろうと思っておったら、その必要一切ござらず。そうじゃ、ありがとうございます。さあ、ただいまですね、部長様方のお色直しが行われておりまして、お色直し、先ほどよりもさらにかっこええ格好をして、何か変わるんだな、さようにござる。どう変わるかは、まあこの後のお楽しみにというところで、そうじゃな、まあ、地でばかし我ら足軽との会話を楽しんでいただいて。そうじゃの、じゃあわしちょっと質問してもいいかの。なんじゃ急に、やじゃ、あ、するぞ。お前には質問はせん。あ、わしでなくの、すまんや、勘違いだよ、とのすまん。皆様、そちら、こたび初めて名古屋城に来たよという方、どれがおりますかの。初めて名古屋城に来たよという方は、お、多いですわ。じゃあ名古屋、この愛知以外から来たよという方、よし、おお、おまだまだたくさん来たよだろ。どうする、ではでは、うまい、どこから参りました。あ、信州、長野、おお、下の国から。そうじゃの、お、したら長野よりより遠い方、どこから参られましたかの。お、急に減ってまいりましたけど、偉い方の近くから。まだ長野は近い方じゃの。なんかお願いしてもええかの。では、よし、どこから。石垣島、えらいね、はい、ってもか離れてまいて、もうこれより遠いとなると異国しかないですな。やだろ、あそこに、お、男前の方々が。 USA、 わー、 USA、 お、 USA もどこか、わからん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 、足がわからん、ね、それだけ遠い国から、遠い国から、ありがとう。ありがとうございます。しかしながら遠いと申しますが、わしは名古屋おもてなし部招待はですの、この名古屋を世界一の観光都市にすべくですな、日々全国、さらには異国にも行っておりまして、その USA にも行ったことございます。そうじゃな、おお、お声が。 USA というのはな、ユナイテッドステイトオブアメリカ、アメリカ合衆国という意味じゃ。もごもごしておりますな。清正様ももごもごしておりますが、おお、このような鎧兜にて日々戦場にて武士たちが今の世を謳歌する天下太平を目指してまいったわけじゃの、加藤清正。は、非常にありがたきお言葉なんですが、我らもごもごしております。なかなか難しいございますな。お主は慣れんの過去の面法に。わし徳川家康と前田利家殿はもごもごせずに喋れるわな。さようにござる。もう言葉はだいぶすっきり聞こえますな。そんなことはない。そういうことでございました。実はな、この面法というのはな、語りには不向きなところが、佐藤清正だけではなく徳川家康と前田利家殿も中東こもりがちな声。しかしながらな、我らがこもっておるのはな、声だけではない。そう、はい、心を込めし届けた我らの演舞、我らの演舞いかがであったか。いいよ。さあ、せっかく上、この後は我ら共に記念撮影じゃな。わしは陣笠に持ってまいれ。我らが主たちに掲げし言葉はこちらじゃ。どど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 ん。顎ついておるの。はい、失礼いたしました。こちら、ようこそ名古屋。異国の民に対する言葉もあります。こちらひっくり返して、ドドン、ワルカムトゥ名古屋、ファンリン、クワンリン、ミングウー。いや、さあ、ということでの、あまねく者たちに我らのな歓迎する心を伝えたい。ではまずはこちら、右翼方から参るぞ。もう少し下がって参るかの。さあ、皆様、からくり機の用意をいたしてくれ。加藤清正、お主は一段とこもっておるな。はい、その声がこもってるんですが。待て待て、こもっている以上に気になることがある。
この小指なんじゃ。この小指はなんじゃ。持つ際の小指はなんじゃ。小指の居場所が許しになりました。許しは物の布としてありえないな。小指を出すということは指がちょん切られるということじゃ。格好職んだ我らもんの。何故人前でお主のことを怒らんといかんのじゃ。そして何故年下が急に怒られたかもわしは分からん。拙者にももうわしが注意したのにもかかわらず慣れてくだされ。ご無礼。さあでは右翼方しかと構えよう。演武後写真撮影会いざ開始じゃ。3 21芝居じゃ。さあ続いて異国の民にも届けよう。2 3芝居じゃ。はい、いでよ。ではこちら左翼が耐えたまえるぞ。さあ用意をいたせ。それだけではなく、ぜひともつぶやきなどで拡散をしてもらいたい。どうじゃな。では名古屋城に物の布ありということでな。あ、待て待て、お主、指でこのようにしても写真は撮れんじゃろ。分かっておるぞ。カラクリを構える。なぜお主は構えんのじゃ。持っておるじゃろ。おう、アジプオーンなるものがあるじゃろ。それにて構えるがよいぞ。そうじゃ、これは頼んでおるのではない。我が命令じゃ。お主かぶるのやめてくれんか。一番大事なところでかぶるのやめてくれんか。年貨をかぶってるお主かぶるのやめてくれんか。かぶるだけに。さあ、何で言ったんじゃ、わしが。何で言ったんじゃ。まずいな、お姿。もう始めましょう。ご主人のもかぶせてくれんでくれ。かぶせてくれんでくれ。頼む。では続いてこちらが参る。ルトではないか、その間に、はい、もうなるからくり機が。いざ参る。3 2 1試合じゃ。反転させ。次はバテルンゴで参ります。3 2 1フィニッシュ。なかなか良いではないか。ただこもってよってほとんどわからんわ。こもり方がすごいわ。さあ続いて正面前でな、しかとを収めよ。3 2 1芝居者の目出しも大義である。さあ続いて最後に前田利恵殿、よろしくお頼みます。3 2 1試合じゃ。ありがとさんじゃった。さあこの虫は我らと共に写真撮影じゃ。名古屋もてなし招待演舞後写真撮影第2弾じゃ。さあこのまま我らの表情がわからんままに進めてまいるでな。こちらは、まずもって我ら3名おるこの武将の前に、好きな武将の前に一列列をなし、順々に写真を撮ってまいるという時間を。誰か誰か分かるか。真ん中より、はよ、徳川家康。呼び捨てにしてはならんけどな。惜しかった。